お願いします。アマ東京代表、マシマです。森です。お願いします。した方がバズります。社員雇用の子たちと同じように教育してあげる。これは最低限気をつけておけっていう3つのこと。こんにちは、ビアシャネルです。今日はこちら、アマ東京さんに来ております。アマ東京さんはですね、インフルエンサーの方とかモデルの方とかもうめちゃめちゃ来てるサロンさんで、代表が僕の同期というか友達の高弘くんという人が代表してるんですよ。で SNS 戦略がとにかくうまくて、スタッフのインスタをバン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 伸ばしてガン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 集客してるっていう SNS をめちゃめちゃ駆使したサロンさんなんで、今日はそういった戦略とかも、まあ、聞いていきたいなと思います。ぜひサロンで SNS 集客力入れたいっていう方は最後までご視聴ください。じゃあ今日もよろしくお願いします。おはようございます。アマ東京代表、マシマです。よろしくお願いします。同じくアマ東京代表のホーレイです。お願いします。ちょっとあの、硬すぎません。たけるさんは初めまして。はい、お願いします。たけるくんは前 YouTube 出てもらったんですけど、僕と同い年で、もうアクロってやめたの？いや、一応在籍もしていて、両方いるんですね。ちょっとその辺も詳しく聞いていきたいなと思います、はい、じゃあ、店内早速いいですか？はい、はい、お願いします。めっちゃ綺麗ですね。表参道のもう超駅地下、一等地ですよね。ここ家賃高いんじゃないですか？ちょっと高いです。ここ何坪ですか？ここは28。28です。28、はい、で家賃で言うと80万ぐらい。もうちょっと100いきます。あー、お二人同い年ですか？いや、僕は今年28歳なんで。あ、じゃあちょっと若いです、はい。もともとアフロート。今もアフロート。あ、今もアフロート、はい、あ、そうか。アフロートの FC なんですか？いや、FC じゃない。 FC じゃない。完全別会社で。完全別会社です、はい。セット面数は何席なんですか？9席。シャンプー台なんかあんま見たことないですけど、これどこですか？ビューティーガレージさん。あ、BG さんですか？へぇ、一番流行ってるやつ。あ、そうなんですか。1台どんぐらいなんですか？1台安いですね。30万ぐらい。あ、そうなんですか、はい、あ、全然じゃあ有名シャンの半分ぐらい。あ、そう。ドライヤーはどこなんですか？ここはアデランス。アデランス。風量強い。風量強い系で。へぇ、なんかこれデジタルサイネージですか？あ、そうです。早い。これにじゃあ要は広告が流れていて、はい、これでもちゃんとこう収益が入るみたいな。ちょっとあの置いてるだけで、置いてるだけでもらえる。自分のサロンの情報も入れれたりするので。あ、じゃあここでなんかこう紹介できたり、あ、そうですね、PR できたりもするんですか？これはどうやって入れてるんですか、デジタルサイネージ？これどこから入れてるんですか？何してるんですか？アフロートのバックオフィスに業務委託契約でやってるから。はいはいはい、はい、なるほど。経理業務はアフロートさんのバックオフィス借りてる。そうです。新しく2人で会社を1個作ったんですか？そうですね。2人でじゃあ共同出資して会社作って、ここも作った。そうです。じゃあお金も2人で借りた。そうです。銀行から。広告。あ、広告。カラーブースも拝見していいですか？たかひろくんってそのモデルさんとかよく染めてると思うんですけど、はい、なんかどういうカラー剤使ってんのか結構謎だったんですけど、メインはこの辺、こことあとはウェラ、イルミナ、はいはい、あとはアディクシーとか。へえ。でメーカーさんでいうとミルボンさん、オーユーさん、ナプラさん、ウェラさん。なるほど。箱の形めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。こんなに綺麗な箱ないですよね。物件を押さえるときに、はい、正直光で探してて、 SNS とかでバズらしたりさせてあげれる環境を作るためにどうしようかなっていうときに、はい、やっぱりベースちょっと青い光欲しいなって思ったから、自然光しっかり入るし、はい、あとはとりあえずライトを増やしまくる。俺なんかめっちゃ明るいっすよね。ボーライトがいいんですよね。そうスポットじゃなくて肌色とかも綺麗に見えるし、お客さんもなんかこう漏れて見える。そうなんです。あとは床と机白にして光回すようにしたんで。ああ、なるほど。上からだけだと影になっちゃうんですけど、うんうんうん、光回るから綺麗に見える。神カリスマも撮って。あ、そうっすね。今もうイケイケのサロンさんなんで、じゃあちょっとこの後座ってゆっくり話を聞いていきたいと思います、はい、じゃあ後半戦はサロンのいきさつだったり、まあ、これからの戦略だったり取り組んでることとかをちょっと聞いていきたいなと思います、はい、まずオープンしたのはいつなんでしょうか？10月です。大体半年ぐらい。そうです。なんでオープンしようと思ったんですか？そうですね、スタートはアフロートの会議の時に、はい、今後どういう展開をしていくかとかっていう時に、はい、もっと広げないといけないんじゃないかっていうまず提案した時に、はい、じゃあ三軸作って業務委託型と面貸し型を作っていけば、まあ、離職率も下がっていくんじゃないかっていう提案した時に、はい、まあ、まず自分がそのアフロートでトッププレイヤーでやった時に何が不満になったかっていう
言うと、もっと働きたい。で、労務時間とかめっちゃ厳しくしてるから、はい、じゃあ働けないじゃんっていう時に全国出張行ってたんですよ。これ都内でよくねえかって。なるほど。で、もっとスタッフの子たちに再現性与えてあげるんだったら、都内でもそういう働ける環境を準備してあげれば、食べろって言いながらも別でも収益が上がるんじゃないかっていうのがまず一つ目のきっかけで、やろうっていうタイミングで、ちょうどその宝来の同級生がそうそう集まってみんなでやろうよみたいな話になってたんで、タイミングがもう合致した。あ、なるほどね。ちょっと待って、その2人の関係性で言うと全然もともと知らない。あ、もともと僕東京盲学園出身、同じ出身。あ、じゃあ出身校は一緒なんですか。3つ下かぶってはないですね。で、それで僕が入学した時にはもう東京モードスターって言った真島隆弘だった。スター会社です。で、それで、あ、知ってるなと思っててアフロート入社して同じ店舗で働くことになって。あ、なるほど。アフロートで一緒だったんです。そうですね。そういうのやるならやりたいですって言ってきた後輩が、東京モードのその下の世代の子だった。はいはい、若い子だった。そうです、はい、だったらこれ縦軸できんなって。で、しかも新しい形で。新しい形っていうの、個人的には社員雇用型のバッチリしたタイプだと、アフロートの方がやっぱすごいんですよ。まあまあまあ、あれに勝るものはなかなかね、正直組織もめっちゃしっかりしてるし、もうまあ歴もしっかりあるから、もう教育の文化もしっかりしてるとなると、これゼロ一から作るのは無理だと思った時に、でも業務委託型でもっと働きたいとか、社員雇用ほどはちょっと働くのきついけど、ちょこちょこ働きたいっていう子たちの悩み解決の場合はアフロートは無理だなって。じゃあそれ以外の別の形っていうのをこっちで作ってあげようって思って、あ、そしたら超働けるし、はいはいはい、休みたい時は休めるし。なるほどなるほど。1日2、30万作れる箱のベースにしとけば、はい、5日間ぐらいとか働いたらちょっとある程度お給料になるみたいな形でもできるなと思って。なるほど。じゃあそのアフロート自体はもうゴリゴリの正社員でガッチリフォーマルな企業としてやっているけど、業務委託とか面貸しとかちょっと自由に働きたいっていう美容師さんのニーズを2人がキャッチして、じゃあそういう美容師さん向けのアフロート系列ないしも関係性があるところで作ろうというのが、そうですね。じゃあ結構個人事業主です。あ、そうです。アシスタントも個人事業主なんで、出勤日数とかアシスタントでも13日出勤とか。そこはじゃあ結構本当に自由。そうです、自由にしてるんだけど、でもただ自由とか、まあ、業務委託よくある形だとちょっとやりたいの違うなと思って、業務委託のベースの、だけど教育システムとか、そういう環境っていうのとか、はいはいはい、あとはまあ集客力をつけたりっていうのは社員雇用の子たちと同じように教育してあげる。教育がついてる業務委託サロンみたいな。そうですね。教育っていうのもその技術はもちろんだけど、 SNS とかブランディングの教育もセットになってる業務委託。そうですね、はい、確かに新しいですね。できて半年で、調子どうですか。まだ半年なんで、めちゃくちゃ跳ねるっていうのはないんですけど、まあ、SNS の方に関しては、店長の言葉は入社して2ヶ月目で、フォロワー2000人から1万人になって、なんで4ヶ月目で2万人超える。なんで高井ロックでもともと SNS 戦略とか、ホットペッパー戦略とか、その集客がめちゃめちゃうまいじゃないですか。で、モデルさんとかも来るっていうのも、まあ、もちろんあると思うんですけど、そうじゃなくて若い子を伸ばす力が結構あるなと思ってて、まあ、それがじゃあ結構存分に発揮されてるんですか。そうですね。まず第一フェーズ、売り上げ上げようっていうのは、数字持ってなかったエリアが変わった子たちも多いから、まあまあそうですね、ちょっと厳しいだろうなと思ったんですけど、バズらすだけだったらちょっと言うことを聞いてもらえれば、高弘くんがこういうのをやってて全部支持する。そうですね、まあ僕とタケルの方も結構しっかりバズってるから、はい、2方向でバズらす土台を作ってあげて、バズるかバズらないかの内容に関しては、はい、アフロートの方のスタッフの約300人ぐらいのどういう子が伸びて伸びないかとかのデータが取れちゃってるので、なるほど、今ちょうど跳ねてる子たちが何で跳ねてる子が全部こっちが情報が持ってる状態で、情報入ってくる。そうですね、しっかり教えてる子が上がってるから、はい、教えてくれるんで内容を、ああアウトプットもしてくれる。そうですね、だからまあそのまま両軸の跳ねたやつを、まあ、お互いの方で情報共有すれば、なるほど、みんな伸びるんで。そうじゃあこれだけちょっと聞きたいんですけど、まあ、全部はさすがにね、はいはい、まあ、それは有料ですよと、はいはい、いう話になると思うんですが、これは最低限気をつけておけっていう3つのことを挙げるとしたら、まずプロフィールの作り方、どのツールもそうなんですけど、はい、興味持って見るじゃないですか、はい、7割以上の人が5秒以内で離脱するっていうのがまあ基本的な状況だから、おすすめとかでいいなと思ってもプロフィール微妙だったら、はい、もう離脱されちゃう、離脱しちゃうんですよ、はい、だからそこを
まあ、改善して、武尊の場合だとね、それで成功して。そう、僕の場合、プロフィールは韓国で押してるんですけど、はい、韓国アイドル付き美容師の武尊ですみたいな感じで、あ、そんな好きなんだ。じゃあ分かりやすいキャッチコピーがあるといいってことですね。もともとね、そっち系じゃなかったんだけど、 はい、そっちに切り替えた瞬間だけど、思いっきりバズって。あ、そうなんですか。じゃあそのコンセプト一つでもうかなり違ってくる。じゃあ2つ目。2つ目は毎日投稿ストーリー。毎日更新でもいいですか。そうですね、まあ、これはもうどれもそうですね。ホットペッパーもそうだし、インスタもそうですけど、更新頻度をどれだけできるか。あ、なんかよく聞かれるのがその量を取るか質を取るかみたいな、まあ、どうしてもみんな忙しくて夜まで働いてると毎日作るの大変っていう人いるじゃないですか。毎日投稿するとクオリティ下がっちゃう、でも3日に1回だったらある程度クオリティのものできる。これどっちがいいですか。いや、僕は毎日毎日上げた方がいい。そうですね。それは何でですか。露出がそもそも少ないから、技術も一緒だけど、自分がこれがいいみたいなのを出したとして、知られてない、ただの自己満足になっちゃう。はい、だから、ある程度のクオリティでもいいから、まずは発信する癖をつけて、うちのスタッフにも、例えば、本当にバズらすから1日8投稿しようとか、マジですか。そうです。8投稿って意味があって、その本質の部分に関しては、社員雇用型のアフロートのパターンだと、まあ、約9時間ぐらい、で、大体1時間とか1時間半休憩じゃないですか。じゃあ1時間に1投稿できれば営業時間中に全部の1日のやることが終わるんですよ。なるほど。で、はい、1日営業中に絶対みんな8回以上携帯の画面開くんですよ、はい、だったらもうその開いた瞬間に1投稿すれば全部コペでやればいいし。なるほどね。でも素材なくないですか。素材に関しては、まあ、できない理由を作らないっていう組織を作らない、アフロットのグループの方もこっちの方もですけど、僕らのデータを全部あげます。ああ、素材データ、はい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 、素材データを上げて使えるようにして、はい、5、6000枚ぐらいあるね、なんかデータが。それも最初なんでやりだしたかっていうと、あのコロナがっつり入って、はいはいはい、1ヶ月休業になった時に、はい、僕らはちょうど跳ねたタイミングだったんですよ、はい、でアシスタントの子とか、若手の子たちが運用できないって、素材がなくて、はい、だったら俺らの使えばいいじゃんって言って、同期みんなで集めてあげたんですよ、そしてその子たち運用するようになったんですよ、はいはいはい、まあ、言い訳作らないベース作ってあげると、絶対に運用するようになるので、それで土台作った上でも自分のスタイルがどんどん綺麗に作れるようになったらそっちにシフトしていけばいいわけですもんね。で 100% 使い続けないです、その子たちは。まあそうですよね、美容師さんプライドあるし、自分の世界観あるじゃないですか、だからまず運用して、で8投稿すると依存するんですよ。携帯依存を指すのがまずめっちゃ大事で、なるほど、した方がバズります、ね、はい、なるほどね。携帯依存を指すんだけど、指す内容がめちゃくちゃ大事で、はいはいはい、大体みんな携帯ピュッと開いて、大体ストーリーをやってするじゃないですか、そしたら1日何に時間使ってるか全部データ出るんですよ、これでやってあげると1日1投稿とか2投稿、もうできないっていう子いるじゃないですか、はい、でも携帯2時間触ってるよ、ね、なるほど、リズムができる。そうです。誰か一人はその店舗でやる軸の人を作らないとちょっと SNS むずくて、なるほど。店長とかはもう営業中も全部アラームつけてるんですよ。えで営業中にデーってなったら、お客さんすいません、インスタ更新の時間があるってすごいですね。でもそこまでやって4ヶ月で2万人とか結果が出るっていう。そこまでやれば 100% いきます。じゃあプロフィールでしょ、あと更新頻度、ここめちゃめちゃ重要なのは、あとはじゃあそのコンセプト、はいはい、まあ、今で言うとその韓国だったり過密改善だったり、いろんなホットワードがあると思うんですけど、自分のテーマが見つからない人って結構いると思うんですけど、はいはいはい、どういうアドバイスをしますか。例えば彼女がいれば、はい、彼女見してるこれだよって待て待て、どういうこと。例えばじゃあなんかテーマわかんないんですよねって言われて、彼女いいの。あ、そういうことね。ただじゃあ彼女見してもらって、お前めちゃくちゃ好きなのこれ、高井君だからできるっていうのはちょっとある。いや、じゃなくてなんかペルソナがね、ペルソナ、そう、はいはいはい、ペルソナの設定の軸がブレるから、みんなどこに当てたらいいのか。あ、まあでも確かに、例えばショートもボブもインディアムも上げて何でも屋さんできるってなると、もうペルソナブレてるから勝てるわけない。はい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 、1回でいいから、その彼女のベースを軸にして、見た目がめっちゃ綺麗なんだったら、その綺麗な状態のロングの方、ショートの方使えばいいし、はいはい、結構素朴系なんだったら、じゃあ素朴なお客様のベースで刺さる用の発信をすればいいじゃないですか。なるほど、意外とまとめていた。そうっすね。自分の好きを何かっていうのをまず見つけないとベースがブレちゃうから。なるほどね。一貫したコンセプトっていう意味で、もうかなり具体的なペルソナっすもんね。そうです、彼
彼女が何が好きとか。そうです。だったらもう練習とか、うん、あとは普段何に時間を使うか。めっちゃ分かりやすい、それ。分かりやすいですね。超具体的。そうなんですよ。例えば僕だったら、その奥さんが、まあ、見た目いいし、スタイルいいし、おしゃれだし、で、メイクもまあ、言うことないじゃないですか。奥さん、めちゃめちゃ可愛いんですよ。でもまあここで唯一、はい、まあ、当時苦手だったのがやっぱヘアスタイル、うんうんうん、で巻き髪アレンジが苦手ですよ、はい、じゃあそこの穴を埋めるためのツールを作ればいいなと思って、だから全部巻き髪を奥さんの髪でやって、はいはいはい、アレンジもポニーテールと三つ編みと崩す以外はベース何もしない、はい、それで全部出来上がるアレンジを発信するってなるとめちゃくちゃ伸びるんですよ。なるほどね。じゃあ要は奥さんも本当に知りたいよっていう情報を奥さんの髪使いながらやれば、奥さんみたいな人は響くと。そうなんです。悩み同じな人いっぱいいるんで、はい、簡単に刺さりやすくなるほどね。マーケティングとか差別化とかそういうのは一旦排除して、はいはい、もうペルソナ決めてやり続けるっていうのがいいです、はい、そうですね。まあビジネス的には絶対決めた方がいいんですよ。紙質変えず、はいはいはい、韓国とか決めた方がいいんですけど、 SNS とかは正直プライベートな時間使うんです、はい、持たないです。確かに。彼女がいない人はどうする？彼女いない人は推しがいればいいですよね。推しの、そう、アイドル、推しの女の子とかアイドルでもいいし、はい、そうそうそう、スタバのいつも見てるお姉さんが好きだったらそれでもいい。この子めっちゃ可愛いね、なんか前髪散らかってる。発信をやってあげて、あのスタバのお姉さん届けみたいな。そのモチベーションは確かに頑張れるかもしれない。じゃあまとめると、まずプロフィールしっかり作りましょうっていうのと、更新頻度大事にしましょうっていうのと、もうペルソナはもう一番身近な自分が好きな人、行動さえすれば伸びるのがいいですよね。そうなんかこうバズっていうとちょっとこう運用さ入ってくんじゃないと思うけど、うん、この3つをちゃんと絞って徹底的に PDCA 回せば絶対伸びるじゃないですか。そうです。あと最近、うん、何がいいかって、うん、3B ビューティー、はい、ベイビー、はい、ミスト、美容系と子供、はい、関係と、はい、動物、はいはいはい、これ絡めるとめっちゃ簡単に伸びる。まずめっちゃ簡単です。そうなんですか。そうです。メインのフィードは普通にヘアスタイルだけど、例えばハイライトにそのワンちゃんとかベイビーちゃんとかを設置するだけで実際効果あったんだ。そうですね。そこ絡めてうまくやると、あーなんかしかも明日からできるものばっかりじゃないですか、やろうと思ったら。マジでよく僕手を行った時に、都内の人可愛い子乗せるじゃないですか、うんうん、それ都内だからできるんでしょって言われたことあるね。その伸び方都内だからでしょ、はい、都内じゃなくても伸びるっていうのは、うん、あの例えばですけど僕の中で一番投稿で伸びてるやつって巻き髪の顔を乗せてないんですよ、うん、ああなるほど。髪だけなんですよ。はいはいはい。でこれでパコーン伸びるんですよ。へえ。あとはなんかウィッグ適当に巻いたやつ、うん、あれも伸びるんですよ。なるほど。いやめちゃめちゃ可愛い子が周りにいるわけじゃなくてもちゃんとやれば伸びる。ちゃんとやれば伸びる。言い訳はするなと。そうそう。実際これ教えて、うん、いろんな地方のエリアの方でやってもらってできてる。もう伸びた。普通に伸びてます、ね、あ、そうなんだ、はい、ということで今日はアマ東京の代表お二人にご出演いただきました。二人とも朝早くありがとうございます。ありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。あとなんか聞きたいことあったらコメント欄にもお願いします。で、2人のインスタとお店のホームページ概要欄に貼っておくんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。カラーの技術と知識を一から学べるような内容にしています。実際にそれを自分がお客様に提供できるようにサロンワークに活かせるような内容をイメージして作っています。感覚で教えていたヘアカラーを理論で言葉で説明できるようになるので、後輩の成長率が圧倒的に上がるかなと思います。体験をすごく重要視しています。カラー理論を全て言語化しているので、一生使えるヘアカラーの武器が手に入ります。 SNS で見るような憧れるヘアカラーが自由自在に作れるようになります。見やすさだったり分かりやすさっていうのはどこよりも力を入れて取り組んでいます。一生の武器を手に入れよう。